はい。はい、こんにちは。沖縄おばばでーす。おっぱれしゃーはーい、いくですね。はい。はい、えー、ラワンさんですね。ラワンさん、えー、きあの、ちょっとね、えー、他の動画でも紹介しました。はい、2分30秒からですね、ある動画を流してます。えー、これアメリカですね。 アメリカで、えー、社会主義の国から来ている留学生に、えー、ということで、えー、メッセージを流してます。社会主義の思想を広めてはいけませんよ、と言ってます。まあね、これは当たり前ですね。でもこれを言わせてるのはもしかしてトラさんかなって思ってます。はい、えー、アップの代表はね、深い関係が DS とありますということですね。そしてニュースマックスですね。 ファウファウさんのメールを公開しております。ね、ファウちゃんのメールですね。はい、こちらを公開,公開しております。ファウは今忙しくて、えー、ね、えー取、取材に応じられないそうです。誠に申し訳ないと言っております。 さて、何に忙しいんでしょうかねということですね。もしかして、軍人なんちゃらでしょうかということですね。はい。そして、12分21秒。カリフォルニアのマックです。はい。マックでなんと、ワクワクチクチクをしているということですね。まあ、ひどいですね。はい。13分26秒ですね。はい。北カリフォルニアのマックでの様子です。あいやーですね。本当に。 はい。チクチクの現場がありますね。そして、そして13分56秒に一つのニュースが出ています。えー、18, 18歳の男の子ですね。えー、ラグビーかなんかやってたみたいですね。えー、健康そのものだったのに、えー、ワクワクしたら2回目だそうです。ワクワクしたら心臓に異常があったということで、えー、行った先のお医者さんは、まあ若いから大丈夫と言ってあまり 注意していなかったみたいですね。そしたら、なんと、多肥してしまいました、ということです、えー。お母さんたちはね、どんなに悲しいでしょうかね。せっかくね、手塩にかけてね、ここまで育てたのに。はい、えー、ワクワクで多肥しちゃったんですからね。えー、悲しいと思いますよ。はい、そして、15分58秒ですね。58秒です。 えー、実は、あの、統計さん以外にもね、あのー、CCP の幹部がね、アメリカにいる可能性があると、いうことを、ね、何人かの方が、おっしゃっているようですね。はい。そして、20分20秒です。これはフランスの DS の医者ですね。ワクワクを否定する医者は悪い医者だ、みたいなことを言ってますね。 はーい。そして、えー、酸っぱいプロテインですね。えー、ちょっとね、朝あげましたけど、えー、またちょっと新、新しいことが出てきました。えー、ワクワクした人ですね。なんと、50歳以上は2、3年だそうです。はい。でも、しない人ですね。ワクワクしない人でも、しない人は、まあ、この年齢でもね、まあ、ほぼほぼ治ると。はい。もう、そして、まあ、早い人はね、2、3日で治ってしまうから、 コロコロにね、かかっても。まあ、そんな気にすることはないでしょうということですね。はい。そして、えー、この話をしている人ですね。ラオアンさんのお友達の方なんですけど、なんとワクワクした人と、していない人の血液標本を見たそうです。はい。全く違うものになっていたそうです。はい。えー、まあね。そういうことがありますからね。はい。 そして、えー、酸っぱいプロテインですね。酸っぱいプロテインに暴露した人が不正出血をよくしますね。そういう報告があってますね。不正出血。その不正出血の血液の塊というのが、なんと酸っぱいプロテインでできた血栓である可能性が高いということです。はい。そういうことですね。そして、えー、このね、 えー、ラワンさんのね、お友達はスラミンがね、酸っぱいタンパクの下毒薬であるっていうことを言ってますね。酸っぱいプロテインのね、下毒薬。そしてスラミンというのは松葉茶にね、大量に含まれているらしいです。はい、これはまあ、何回もね、あの、知ってる人は知ってますよね。えー、スラミンですね。そして、えー、なんと、あのー、豚の角煮に使うね、あの、スパイスですね。 あのスパイスにもスラミンは大量に入ってるそうです。はい。八角ですね。八角にスラミンが大量に入っているということです。英語ではね、スターニスですね。スターニス。はい。これに大量のスラミンが入っていること、いうことです。お料理に使うのもいいかもしれないですね。はい。えー、あと大量のね、ビタミン D も、お非常に効果的だということを言ってます。 はい。そして、あのー、ヒロロキシなんちゃらですね。これ、あの、作り方を解説してます。はい。レモン2個とグレープフルーツ2個を切って、えー、水で煮てくださいと。3時間。そして、水分の部分だけね、えー、冷蔵保存してくださいと。で、スプーン1杯毎日飲んでくださいと言ってますね。あと、めんどくさくなければね、えー、めんどくさくてやりたくないんだったら、トニックウォーターですね。それでも OK と言ってます。 はい、トニックウォーターは今日私海外産のを、えー、注文しました。はい、日本産のはなんかキニーネ入ってないみたいですね。でキニーネっていうのはもともとグレープフルーツとかの皮に、レモンとかね、グレープフルーツのね、皮に含まれるもので苦いものらしいですね。そしてメイ,メインメディアですね、は70%ワクワクすればね、えー、集団免疫ができると言っています。あでも、 あね、必要ないですからね、こういうのはね、はいメディア。メディアの言うことはあまりね、信じられませんね。はい、そして、えー、今は旅行に行く必要性がね、ないだろうって言ってます。まあそうですね。このご時世ですから、行っても楽しめませんからね。はい、えー、まあね、飛行機のね、あの、パイロットの皆さんもワクワクしちゃってる人が多いんで、危ないですからね。<laughs> はい。 そしてアメリカですね。もう70%が1回目のワクワクを全部済んでいるということですね。はい。そして面白いですけど、まあこれ目覚めている世代なんじゃないかなと思います。18歳から30代の人々はまだまだワクワクしていないのがアメリカの実情だそうです。はい。そして、えー、まあこれでどう拒否したらいいのっていう、あのそういう 内容になってきますね。そしたらアメリカではね、宗教上の理由でワクワクしないといえば大体 OK だそうです。はい、でも日本でこれが通じるかどうかっていうのはまだわかりませんけどね。そして結晶版の問題ですね。ワクワクでどうやら結晶版自体が変化してしまうらしいです。そして、えー、ウーハンの初期とかね、イン、インドのね、現在のね、退避した人たちですね。それはまあ、 多分言われているよりも少ないんじゃないかと。で、これはね、怯えさせてワクワクに持っていかせる狙いが非常に垣間まみれるということですね。はい。えー、以上が、まあ最初の1時間。まあ1時間30分の動画なんですけど、まあ1時間で話し合われてないようです。あとの30分は、 台湾のね、政治的な問題になってますので、ここら辺はちょっと、まあ、割愛させていただきます。まあ、とりあえず必要ないかなと思ったのでね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄おばばでした。